戦力外ギリギリの選手に活躍の場をというコンセプトから離れちゃうやん。実力はあるけど出場機会に恵まれない選手への制度だったやろ。お声出してもええか。いいんじゃねえ、新庄が欲しがるかも。なんかルール的に前年のゲンドラ獲得選手は出せないっぽいな。マジかもったいねえな。陽川でしたから大竹取れたんやろ。中日は石垣や軍事あたりやな。高山出してええんか。正直、陽川って阪神に残ってたとしても今年は出番全くないよな。今年は根尾が目玉か、環境変わればリリーフで成功しそう。ショート守れないんか、木浪よりマシなら需要あるぞ。野手としては、伸びないやろリリーフとして覚醒に期待したい。投手としてもあの背丈じゃな。ここまで成功するとは、選手会も思ってなかったやろな。現役ドラフトちゃうけど、エゴシも活躍しとるしな。チーム変えるってこんなに効果あるんやな。